日本東京都足立区、青い青い2丁目青いは、東京都足立区の町名。住居表示実施済み。現行行政地名は、青い1丁目から青い6丁目。郵便番号は1から3丁目が120の0012、4から6丁目が121の0012。足立区中部に位置する。南北に貫流する綾瀬川の西岸に接し、北端を、 東京都道318号環状7号線が東西に通っている。東部を首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスが通り、3丁目に青い駅が置かれている。南部に工場があるが、ほとんどが都営住宅を含む住宅地となっている。東は河平、綾瀬、西は中央本町、南は高堂、北は一つ家、西河平と接する。住宅地の地下は、 2017年の工事地下によれば、青井2から28から14の地点で31万円、平方メートルとなっている。現在の青井に相当する地域は、江戸時代には、全域が武蔵区に足立郡淵江領に属していたが、所属する村は複雑で、保木間村、伊藤谷村、二郎座門神殿、小門神殿、八五郎神殿、五平神殿、貨平神殿、島根村、 栗原村の各一部であった。このうち、島根村と栗原村に属した地域は、本村から離れた飛び地であった。各村はいずれも天領であったが、島根村のみ天領と安穏寺領からなっていた。角川日本地名大辞典によれば、葵に相当する地域のほとんどの高地は、江戸時代に開墾され、見沼大用水や火災用水を利用していた。 青を流れる見沼大洋水は、再抜流の八条道、天堀であったことと、地形が平坦であったことから旧排水に難があり、周辺村と洋水をめぐる争いが、たびたび発生している。このため、法暦9年には、保木間村、二郎座江門神殿、小江門神殿、河平神殿、島根村、栗原村の間で春節に関する議定が、安永2年には、 下郷三河村と上里四河村の間で定くいそこどいの改修に関する取り決めが、それぞれ寸単位で結ばれた。日夜神殿は、全域が現在の青いになっているが、元六号町に保木間村の枝里として中期されており、三十六国で元六十年の県地町では、矢数は二県だった。この神殿は、小田市の急神であった平竹と若名家によって、 開拓されたと伝えられる。二郎左衛門神殿には、正月に餅を食べない、餅なし正月という風習が見られた。明治時代になると、東京府の所属となり、大区小区成果では1873年3月に、西部が第10大区5小区、東部が第10大区6小区となった。1878年には、足立軍が南北で分割され、所属軍が 南阿立軍となった。1889年5月1日に町村制が施行されると、保木間村、伊藤谷村、二郎左衛門神殿、八五郎神殿、五平神殿は、綾瀬村、小江門神殿、島根村、栗原村は、梅島村、下平神殿は、花畑村の大技となった。さらに拡張村は1932年10月1日、東京市に編入され、 足立区の所属となった。この際、核大技は以下のような新町名に変更された。上記の地名変更は現在の葵に相当する部分のみ示した。第二次世界大戦後には、1954年4月1日に足立区立栗島小学校、1973年4月1日に足立区立葵小学校と足立区立葵学中学校、 1976年12月27日に東京都立青井高等学校が開校した。商業が盛んとなり、1962年に青井表江通商店街振興組合の前身である平和通り商工会、昭和40年代中頃に青井六丁目商店会が発足した。1966年1月1日に住居表示が導入され、 現在の青が成立した。青の商業環境は消費者ニーズの多様化や大規模小売店舗立地法の施行などによって厳しくなっており、青井六丁目商店会の加盟店は18件に減少した。これに対し、青表江通り商店振興組合は商店街振興のみならず街づくりにも取り組み始めた。2005年8月24日、つくばエクスプレスが開業し、 同時に、青い駅が開設された。1889年の町村聖志港まで、江戸時代からの二郎左門神殿、八五郎神殿、五平神殿他十二家村の高地が工作しており、その教会も複雑に入り組んだものであった。その後の町村聖志港による町村合併によっても複雑な教会の様相は残され、戦後に行われた。 住居表示による新町名の制定において、江戸時代以来の綾瀬村の大技でまとめていくことも、難しく議論は紛糾した。最終的にはこの辺りが、それぞれの村の聖出高地であったことから、聖より青、こうより、いをとって青いと命名される次第となり、1966年1月1日より新町名が実施された。聖出高地とは、 江戸時代の開拓期に最後まで残された、この地域を各村が努力して、高地として開いたことから、生出しと懐いたようである。また、青いの、青には澄み渡った青空と、豊かな農作物の繁栄を、には、尽きることのない流水を表し、この地域の今後の発展を願ったものであるという。青い表江通り商店街は、青い三丁目にある商店街。商店街の統括組織は、 1962年に平和通り商工会として発足し、1984年に会唱、法人化した青井表江通り商店街振興組合。2002年度の加盟点数は48点で、住民の高齢化と同時に購買客層の高齢化も振興している。この商店街では1978年4月から始まった朝市や毎月第2土曜日に、 産地直送の野菜を販売する満足誌を開催している。特に朝市は毎月第4日曜日の午前7時から9時まで開かれ3000人の来客を集めている。通り沿いに商品や店の人による手作り屋台が並ぶ。商店街は各種の取り組みを行っている。商店街振興組合が結成するワクワククラブは空き店舗を 子どもの一時預かり所や遊び場として活用することで待機児童対策や子育て支援を行っている。また、スタンプラリーや模擬店を開いて夏休みの思い出作りにも貢献する。交通安全にも取り組んでおり、子ども母親、高齢者向けの交通安全啓発や保者分離の推進を行ってきたことが評価され、2006年12月4日に、 平成18年度交通安全功労者表彰を受けた。葵では、バラの町を目指して活動が行われている。この活動は2006年に始まったもので、地元の町会や自治会、葵表江通り商店街、葵小学校、足立主家和信用金庫などが共同して取り組み、地域活性化や地域コミュニティの強化、バラを鑑賞に来る訪問者や地元住民の目が増える。 ことで治安の向上が期待されている。青井には東京23区で唯一のバラ栽培農家も存在する。活動の中心団体であるバラの町、青井を作る会は約30名が加入し、青ラ公園を主としてバラを植えている。青ラ公園では約100種類920株のバラが栽培され、春と秋の2回見頃を迎える。バラの見頃に合わせ、 青いバラ祭りも開催されている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、足立区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。ただし、小学校に関しては2018年度から学区行き、または 学区域に隣接する学校のみの選択になる。つくばエクスプレスが開通し、青井駅が開設されるまでは、最寄り駅の綾瀬駅及び、五反の駅まで徒歩25分かかり、陸の孤島状態であった。平和通りは未だ開発中であり、閉店や開店を繰り返している店舗もある。ありがとうございます。